スーパーチャットありがとうございます。スーパーチャットありがとう、初スパーありがとうございます。誕生日おめでとう。ちなみにシャカさんと同じ誕生日です。ってことはシャカちゃん誕生日おめでとうってこと。つぶやいとくか、シャカちゃん誕生日おめでとう。おめでとう、あ、ちょっと待って、おめでとうって漢字に起こすとなんだ。おめでたびう、おめでたびうか、おめでとう、おめでたびう、おめでとう。刀にしよっか、最後かっこいいから。おめでとう。まさか人のスパチャでシャカちゃんの誕生日知るとは。スーパーチャットありがとうございます。おはよう。朝から声聞けて、どこ住んでんだ。あ、朝、日が出てる時間帯全部朝だと思ってるやついない。ありがとうございます。うん、てか起きたら朝で寝たら夜だよな、普通に考えて。だって寝る前暗くするしな。夜は自分で作り出せ、朝も自分で取り込め。今日はお刺身ケーキを作ろうと思ってるんですが、クザさんお刺身で好きなのは何ですか。ちなみに内容はサーモン、マグロ、いくら入れます。うわ、うまそうだな。さっきカップ焼きそば食べたのに塩だれガーリックマヨついてた、うまかったな。お刺身ケーキって言わなくない、それちらし寿司かいって言え。そう、うまそう、刺身。ふざさんがカスタムされたカシオさんのマイジーショックが年間ランキング1位になっておりました。すごすぎ。みんなありがとう、買ってくれて。なんだかんだ嬉しいな、自分の功績のよう。だから案件で結果を残せたっていうのは次につながるから、いいことだから。年内最後の休みなのに大掃除でゆっくりできてなくて泣いた。まあでも掃除はいいぞ、いいぞ掃除は、する意味がある。維持が難しい。俺も最近掃除はさ、したりしてるんだけどさ、定期的に。でも維持ができない。もう掃除したくねえから、もうこの綺麗な状態維持しようって思っても汚くなるんだよな。なんかウケるわ。いつも明るくて、いや俺明るくないよ、ちなみにだいぶ暗がりだけど、ガとか寄ってくるタイプの光、俺明るさで言ったら。俺らガってこと。まあまあ差し支えない言い方。いやでも強いから、ガは超マイから全抜きエース狙っていけるから。いやでもね、あのガが引き寄せられる光はガ以外も来るから、あの最後全員バチンつって死ぬんだけどね。デンジ波からの3連麻痺で負けてしまい、怒りのあまりテレビにコントローラーを投げつけて液晶が割れたのでランク引退しました。あっちゃー、うわー動けちゃったんだ。デンジ波で麻痺ったらよかったのにね、コントローラー投げるとき。そしたらテレビ壊れなかったのに。スカーレットとバイオレットは、まあ、バイオレットの方がおすすめかな俺は。いや俺はバイオレットの方がおすすめ。ドラパルトがいるから。あとソーブレイズもバイオレット、鉄のカイナもバイオレット。まあでもぶっちゃけどっちでもいいと思うよ。交換してくれるなんかタグみたいなのもあるみたいだし、あんま関係ないかも。
でもなんだっけ、バイオレットがお父さんでスカーレットがお母さん。初めて見ました。頑張ってください。失礼しました。スピード感えぐい。左にクザの声、右に仕事の電話、両手キーボードで見てるぞ。ちょ、仕事の電話に俺流してよ。今から俺電話するから。もしもし、あ、こちらクザと申します。あいつもお世話になっております。はいはいはい、あー、いつもお世話になっております。あれですか、やっぱいつもお世話してますか。あ、じゃあいつもお世話になっております。あれ、毒ドンメルかこれ。あ、ドンメルになっております。スーパーチャットありがとうございます。来月からしに行くからクザーと同じ髪色にしたいんだけど、そういうの大丈夫だったりする？全然いいよ。俺だけのもんじゃないっしょ。だって髪色で嫌がるやついる？は？なんで俺と同じ髪色にしてんの？俺だけのもんなんだけど、この髪色はってこと？いないっしょ。そいつ地球人何人いるか知らないでしょ。だってリリリリースーパーチャットありがとうございます。冬のボーナスありがとうございます。グミ食べたら歯抜けたから歯医者行ってくる。まあでもマジでバカにできないからな。最近硬いグミ多いからね。クザのパーカー着て釣りしてきたら周りの人にめちゃ好評だった。ほんと？それお前の人となりが良かったんじゃなくて、オタクアンチだった彼氏がクザさんハマって仲良しになりました。オタクアンチってことは面白い。でもさ、確かに昔から存在するもん。てか昔の方がそういう風当たり強かったよな。オタクアンチっていいな。きめえんだよみたいな。外見至上主義のヤンキーみたいなノリね。あ、豚やーっつってボコボコにする感じね。なんかもう一昔前とか多分ラノベとか読んでたらちょっと結構イカれてたか。おいービリビリビリって感じか。ビリってて、いやでもいいじゃん。歩み寄れる時代来ました。でもね、もう時代は変わったんだよ。もうで、よ、俗に言うそのヤンキーみたいな不良みたいな属性の人がもうアニメ見る時代だから。今ブックカバーとかね、しおりに気使うラノベ読んでるオタクいるよな。オタクーラー。クザごめん、ムーンワンの今後の動向俺たちだけに教えてくれん。ムーンワンってなんだ。あ、ムーンワンってあの超人気グループムーンワン、あの伝説の新たな新時代の幕開けと言われた、最悪の世代と言われたあのムーンワン。なんだよ、終わる？終わるか。終わるか。そういで。だってこれ月1でしょ。え、週5でしょこれ。週5じゃないのこれ。すごいな。全然いいけど。こっちが本職じゃん。俺らグループ YouTuber になった。週 5？ いろいろ言えばやな。なった。あ、面白かったけどな。ない。前回も6時ぐらいだったよね。そうで感じはある。うん。そうなんだ。やりすぎやけどね、普通に。俺今良くないよ。ちょうどいい。これは本当にそう。なんかまるで物足りないみたいな顔してるけど、全然やりすぎ。今少なめで言っときますみたいな雰囲気出してるけど。まあね、次もあるしねみたいな顔してるけど。俺たくさんだったよ。そうよ。だいぶやったな。じゃあ月1で。じゃあ週5かけてくれたら。週5かけれるもんなら。週 5？15じゃないじゃん。やる気がすごいな。
何じゃん。モチベーションすごいな、このチームでの。びっくりした。こっちがびっくりしたんだよな。月1でやる。流行るやん。月1、月1なの、本当に。チーム名月1だから。月1って呼ばれるから、チーム名はちゃんと決めた方がいいぞ。ウーンワン。ムーンワイン俺らは。ムーンワイン。M O M O モワン M ワン。モモモダルマ。モダル。モクズハ。モクズハ。モクズじゃん。モクズですか？モクズ。モジャスパー。いやだってもらった、もらったもらったわ、もうやだ、ほぼ漏らしてるもんな、えぇ、もらったやだ、いやだ、ね、疲れたね、しっかり疲れた、うん、いっぱいやったね、スタート遅かったしね、うん、そうそうそう、スタートなんであんな遅かった、1時間半雑談してた、普通に9時から1時間半雑談したからね。あの？あ、ムーンワンはね、イヤーワンになった。動向はないです、ちなみに。多分だけど、ジャスパル大君が動かないと、動かないかも。まあ、でも来年あると思う。そう、いるんだな。ムーンワンの。ムーンワンのオタクね。ムーンワンってなんだよ。月1って意味なんだけど、年1だからイヤーワンだよ。もうスーパーチャットありがとうございます。起憂して申し訳なかったです。大剣、来年も楽しく健やかに過ごしてほしい。大です、お納めください。え、何起憂って、何を起憂したんだ、わかんねえや。スーパーチャットありがとうございます。クイと授業、あははは、クイと授業。そんな申し訳ないだなんて、お前は インターネットから脱出した方がいいよ。優しすぎる。みんながみんな全てを把握してるわけじゃないからな。ずっといるやつだけが知ってるだけだから、そのクイのうんぬんかんぬんとか、初めて見た人はああやばい、ああこれバグっちゃう、ああやばい、ああってなるから。ちょ、飲み物取ってくるわ。というわけで、今回私がいただくのはクリスタルガイザーの方。聞くー、マウントシャスタの湧き水が俺に勇気を与えてくれる。 CM 待ってます、マウントシャスタさん。僕たちはクリスタルガイザー芸人です。これ本当に水 CM でうますぎだろこれ、本当に水って、もう詐欺だろそれ。半分水でそんなならんって普通。でもあの場での水は本当に水って感じだったわ、俺からしたら。